速稼塾の久保です。今日は4月30日、4月も今日で終わりですね。で、朝5時40分に相場解説のさせていただくんですけども、私ね、どうしてもこのヘッド&ショルダーが捨てきれないんですよ。ですんで、もう一回今日一日ね、ヘッド&ショルダーを修正して見ていこうかと思います。それでは画面を切り替えて、まずはデイリーの方から見ていきます。はい、デイリーですね。ヘッド&ショルダー、私はどういう風になるかという風に考えていたかというとね、やっぱりこういう風に高値圏入っていって、こっからヘッド&ショルダーが始まっていってですね、肩を作って頭を作って、そしてここですよ。ここでですね、この辺りからショルダーが始まって右肩下がりのヘッド&ショルダーになると思ってたんですけども、ちょっとこれはそうならなかったです。ですので、もう一回私はトライしようと思います。どんなトライかというと、これがですね、登っていって肩のを並べてですね、同水準で下っていくと。要するにこのね、力点が同じになると思うんですよね。こんなヘッド&ショルダーが出るんではないかなというふうに思いながら、今、デイリーを見てみます。で、今日、金曜日ですよね。で、月末です。今日ヘッド&ショルダーがもしできなければ、もう来週、まあ来月ですけどもね、5月の1日から、ちょっと別の方針で見ていこうと思います。ですので、今日一日ヘッド&ショルダーにもう一回かけさせてもらいます。で、4時間を見ていきましょう。4時間なんですけども、右肩下がりから今上昇に転じですね。で、勢いをつけてもう一回上に行こうとしているところだというふうに私はこれを解釈します。横ばいに行くかもしれないですけどね、まあ上に行くと解釈します。で、それを持って1時間を見ますね。そうすると、はい、昨日ね、夕方ぐらいに、このゾーンを引いたんですけども、ここに跳ね返って下に行くかなと思ったんですけども、突き抜けました。でも、すぐに戻ってきましたよね。ということなんで、これはね、跳ね返ったと拝借してもいいのかなと思うんですよ。ただ、移動平均線を見ると、ちょっと横ばいになってるんですよね。まあ、ですんで、こっから、ドンと落ちることは、はっきり言って考えにくいんですけども、それも込みで今日一日見させてもらいます。はい、月末にですね、ヘッド&ショルダーの呪縛に私が取り憑かれてますんで、ちょっとここはこだわっていきたいかなと思います。まあ、昨日申し上げましたけども、山間の部分が多いんですよ、これは。ただ、1ヶ月順調に成績を出してきたから、勘で行ってみるかっていうふうなことにもなるんですよね。うん、で、この勘っていうのは、もう完全なるね、もう適当な勘ではないんですよ。当たるも八景では。今までの経験から来る勘なんで、当てになる勘なんですよね。もちろん外すこともあります。ただ今までずっと相場を見てきて、当たってきたからこその、これも当てになるんじゃないかなと。根拠には薄いけども、自分の願望が結構入っていたりとか、ヘッド&ショルダーに見えてしまったので、先入観が支配しているところありますけども、ただ、これがすごく大事なんですよ。実はですね、ずっと FX を進めていくと、これは、ある、ね、何人の方から聞いたんですけども、勘でエントリーできるようになるらしいんですよ。この形はこうじゃないかなと。今後こうなるんじゃないかな。それが、長年の経験とか、それから知識から湧き出た勘だと結構当てはまるらしいんですよね。私もたまにそういうような意味も込めて、勘を養うために今回のような相場解説、もしくは自分の予想をしてみました。皆さんはね、これね、ちょっと待った方がいいと思いますよ。今回はね、あんまり私相乗りしない方がいいと思います。結果的にほらこうなったでしょって言われても、それは結果的にそうなったわけであって、今の時点では単なる私のね、ヘッド&ショルダーに見えてしまった先入観の蹴りをつけに行ってるだけなんでね。まあ、ですので、あと1日だけ、今日だけ、ヘッド&ショルダーにこだわらせてもらいますけども、来週、週が明けて、月が明けますよね。そこからは、また1から見ていこうかと思います。それでは、ゴールデンウィークお楽しみください。